バーンサイドアベニュー駅は、ニューヨーク市地下鉄 IRT ジェロームアベニュー線の駅である。ブロンクス区、モリスハイツとユニバーシティハイツにまたがるバーンサイドアベニューとジェロームアベニューの交差点に位置し、4系統が終日停車する。また、クラウンハイツ、ユーティカアベニュー駅からのラッシュ時一部北港列車は、当駅止まりとなっている。この列車は167丁目駅から急行線を、 走り、当駅急行線ホームに到着する。到着後は、改装列車となり、ジェローム車両基地へと改装される。駅東側から駅を望む駅は1917年6月2日の、ジェロームアベニュー1149丁目、グランドコンコース駅、キングスブリッジロード駅間の開業とともにバーンサイド、アベニューニューヨーク大学駅として開業した。その後、 バーンサイドアベニュー -180 丁目駅に改称された。これはバーンサイドアベニューが180丁目とも呼ばれていたためである。そして1979年に現在の駅名バーンサイドアベニュー駅に改称された。1981年6月11日、ニューヨークタイムズは、またが改装が必要な69駅を前日の6月10日に発表したと報じた。 その中には当駅も入っていた。もともと黄色く塗られたホーム端の他に、オレンジに塗られたホーム端、新しい波形の駅名標が設置された。駅は2006年6月17日から10月16日まで、ジェロームアベニュー船内5駅の改装を行う5500万ドルの契約の下で改装工事が行われた。ホームには2006年にローラーバトルにより制作されたアートワーク、 ハウツー、ゲットツーザムーンが飾られている。これは、太陽と月の関係、そして昼と夜の関係についてをモチーフとしている。駅は、島式ホーム2面と観光船2線、急行線1線を有した2面3線の高架駅で、急行線は、ラッシュ時一部北港渡り駅止まりの列車の到着にのみ使用されている。ウッドローン駅方面では急行線に、定期旅客列車は設定されていない。 また、南側の次の急行線停車駅は149丁目、グランドコンコース駅であるが、当駅止まりの列車は149丁目駅から167丁目駅までの2駅間、観光線を走行し、そこから急行線へ、転線し当駅に入るため149丁目駅、当駅間で全区間急行線を通過する列車は一本も存在していない。改札口は、 ホーム下にあり、南北ホームから階段が接続している。改札口からはバーンサイドアベニューとジェロームアベニューの交差点南東南西にそれぞれ2つずつ階段が接続している。入り口階段。ありがとうございます。